矢野哲郎は、日本の政治家、実業家。栃木県議会議員、参議院議員、外務副大臣、自由民主党参議院国会対策委員長、新党改革代表代行などを歴任。父は、参議院議員の矢野昇。る。イボ姉に、作家の落合恵子がいる。慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、三協物産株式会社に入社。 1983年4月から栃木県議会議員を3期務める。元科学技術庁長,長官、大島雄二の引退に伴い、参議院栃木県選挙区の後継候補選びで、当事県内で絶大な力を誇っていた、元副総理、渡辺道夫派の若手、西川君や、増渕健一の中から選ばれて出馬し初当選。連続当選3回。防衛政務次官。 農林水産政務次官、外務副大臣などを歴任後、2004年から2007年まで参議院自民党国会対策委員長を務めた。2005年、郵政国会の参議院審議では、所属派閥領衆の亀井静香が郵政法案廃案を主張し、参議院最高幹部の参議院議員会長である青木幹夫が郵政法案成立を主張したため、参院、 国対委員長であった矢野は、双方の狭間で苦しむ。審議終盤には、所属派閥である、参議院加盟派幹部の中曽根博文も反対に回る、圧倒的劣勢となる中で、青木らと共に、参議院執行部として、優勢法案の参議院採決に尽力した。2007年8月に行われた、安倍内閣改造時には、参議院会派の執行部からの推薦を受けて、 いわゆる参議院枠での入閣が確実視されていたが結局入閣はならなかった。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では自民党の公認を得られなかったために一度引退を表明した。しかし4月22日に舛添陽一とともに自民党を離党し新党改革に移籍、代表代行に就任したが選挙には出馬せず引退した。 2014年東京都知事選挙の際、同選挙に立候補したマスゾエに対し、新党改革の2億5000万円の借入金を、政党交付金などを使い違法に返済した疑いがあるとの告発を実名で言った。この中で、矢野はマスゾエが、党役委員会の承認もないまま、借入を行っていたことや、党大会の開催や、会計の公表を求めたがマスゾエが応じなかったことを、 明かし、仮に都知事になったら、この疑惑は都議会で必ず追及されますよ。前任者と同じ事態にまたなるわけですと述べた。この件は舛添が当選した後の2016年に他の政治資金問題と合わせて都議会で取り沙汰されるようになったが、舛添自身は疑惑を否定していた。2018年秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞。 内閣改造、参院自民は、矢野市推薦へ日本経済新聞2007年8月12日付け、参議院で入閣したのは、舛添洋一と泉信也。週刊文春2014年2月13日号、バックナンバー。週刊文春。 http://shukan.bunshun.jp、really、a r t i c l e s 36262020年5月4日閲覧。元側近議員が怒りの告発。舛添氏し、税金で借金返済疑惑。日刊現代。オリジナルの2014年2月7日、時点におけるアーカイブ。 h t org 20 20 70 70 t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 2 0 7 0 7 4 5 0 7 h t t p 現代 n e t t a r i c l e s v i e w n e w s 1 4 7 7 7 8マスぞえし追求、とにか一般質問、正当交付金で匠な迂回決済、脱方向意思的にも、迂回させていないとかわす。 産経新聞。https://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ160608スラッシュ prm1606080013-n2.html2020 年5活用か閲覧ありがとうございます。